さあ、2021年一発目のたっちゃんの寺話でございます。はい、スタジオにはたっちゃんこと川田達也さんです。今年もよろしくお願いします。お願いします。いや、年が明けましたね。明けましたね。なんか明けたという感じもあまりしないですが、あまりしないですけどね、うん、この番組はもうね、季節関係なく、そうですね、平常運転でいきますので、ですね、はい、季節時代関係なくと、時代も関係なく、平常運転ではありますので、今年もよろしくお願いしたいと思いますが、はい、まあまあとはいえね、ちょっとこうお正月なので、まあ、お正月らしいのかな、ちょっといつもの寺話とは違うテーマで今日はね、たつさんにもオーダーをしまして、はい、いろいろとまた調べてきてくれているんですけれども、うん、まあ、今日の話題なかなか面白いんじゃないかなと思ってますが、その前に、まあ、いつもの通り行きますか。はい、今年も行きましょうか。今年もじゃあこのコーナーから行きますので、コーナータイトルをお願いします。はい、今年も行きましょう。今日の文化財ニュース。で、今日はね、文化財ニュースというか、まあ、歴史ニュースみたいな感じですね。うん、そうですね。12月28日付の読売新聞オンラインからです。うん、タイトルが、必ず戻るから俺を信じて、152年前に仙台藩で本当にあった走れメロス。はい、この時期なので、はい、ちょっとこうランナー的な、あ、まあお正月といえばね、はい、駅伝もあるし、はい、ということですか。はい、そういうことでちょっと持ってきました。はあ、うん、走れメロス、走れメロスですね。太宰治ですよね。はい、あの友達が人質に取られたので、はい、うん、セリヌンティウスですよね。セリヌンティウスですね。うん、最後にあのぶん殴り合うやつですよね。そうですね。そういう話じゃないんだ。ちょっとこう物騒なね、最後は話ですけど、話ですけど、はい、それが幕末の仙台藩、うん、今の宮城県ですね。はい、そこでもそういうお話があったと。まあ、走れメロスみたいな話があったってことですか。はい、人を信じ合う気持ちを学ぶというものとして、はい、あのそういう話が残っておりまして、はい、で文書も残ってる、その物語に関する、まあ、書面があるってこと。はい、はで、どういう話かと言いますと、はい、ちょっと読みましょうかね。物語はふるさとを戦争の悲劇から救った長左衛門彦左衛門という、この二人の長左衛門彦左衛門、はい、というこの二人の主人公がおりますと。で、当時新政府軍と旧幕府というものが、はい、あの戦争をしておりまして、はいはいはい、戊辰戦争ですね。ありましたね。はい、結構熾烈な戦いというか、ね、たくさんの方が亡くなった戦争ですよね。はい、江戸も京都も燃えてしまうという大変な戦争ですが、はい、そのですね、旧幕府側の仙台藩に、はい、うん、新政府軍の軍勢が迫ってくるわけですね。仙台藩は旧幕府側、はい、旧幕府側ですね。はい、で藩主の中の伊達家というものがおりますが、はい、伊達政宗の伊達家ですよね。はい、なぜかですね、その当主の、はい、当主なんですが、はい、その今宮城県に山本町という山本町ですかね、という場所があって、はい、そこの農家の若者長左衛門彦左衛門にですね、はい、和平に行ってくれないかと。え、新政府軍側に和平に行ってくれと、和平の使者となってくれと。え、農家の若者ですよね。そうなんですよ。武士とかではなくて。ではなく、旧幕府側だから、まあその幕藩体制を維持したい側。そうです、ってことですよね。はい、が戦いたくないので、うん、まあ交渉に行ってくれと。はい、行ってくれと。農家の若者を、若者を採用して、そこはなんか藩の家老とかが行った方がいいんじゃないですか。そうなんですよ。うん、で、あの当時その宮城県と福島県の境ですね、はい、あたりに陣があったらそうなので、新政府軍の、新政府軍がそのあたりにいるので、はい、そこに行ってくれないかと、はい、そこに和平の使者として行ってくれと、はい、うん、まあ藩主から、当主から頼まれてますから、まあ言われた方は行かざるを得ないでしょうけども。で、ね、で行きました。はい、彦左衛門と長左衛 門, 左衛門、はい、しかしやっぱ新政府軍はその2人を怪しむわけですね。そりゃそうでしょう。誰だお前たちは、という話になりますわね。過労じゃないのかと言って怪しんで、はい、彦左衛門を人質に取ります。あら、それでですね、うん、長左衛門には、うん、ちゃんと過労の方を連れてこいと。まあそりゃそうだ。ここは新政府軍が言うことの方がなんか真っ当な感じがする、はい、正論を述べてと、うんうん、それを命じてですね、はい、期限までに戻らなければ、はい、彦左衛門は斬首だと。あ、人質をもう殺すぞと。はい、はあ、だからこの期日までに伊達家の者を連れてこいと言うわけですね。うんうん、でそこで、うん、長左衛門はですね、彦左衛門に対して、はい、必ず戻ってくる、うん、俺を信じてくれと言って駆け出すわけですね。走って戻るんだ。走って戻る。はあ、はい、
その頃ですね、まさにこれ走れメロスだね、走れメロスです、うん、でその頃ですね、はい、仙台藩の中では、はい、新政府軍と戦おうという派閥と、うん、和平しようという派閥がですね、うん、激しく対立しておりまして、あ、仙台藩の中で意見が割れてたんだ、はい、で答えが出ないんですね、はい、で答えが出ないまま、うん、期限が過ぎてしまう、あ、その期限までに戻らなければ斬首するぞって言われてたのにその期限過ぎちゃう、はい、うん、でそこでやはり、うん、当然彦左衛門さんは処刑場に引き出されるわけですね、はい、しかし、うん、もうちょっと待ってくださいと、うん、必ず帰ってくると、庄左衛門は必ず家臣を連れて帰ってくると言った結果、はい、3日間の猶予が与えられてですね、はいはい、時間ができたと、うん、でその間に藩の意見が和平の方に傾きまして、うん、はい、庄左衛門はその伊達家の家臣を連れてですね、あ、偉い人連れてくることができたんだ、はい、新政府の軍のとこに来た、うん、はい、で彦左衛門は解放されて、うん、休戦交渉も始まったと、あ、よかったですね、まさに走れメロス、うん、殴らなかったんですかね、殴ったという記録はな い, ない俺は一瞬お前のことを疑ったから俺の方を殴れみたいなのはなかったあったらちょっと面白いですけどね分かんないですけどね、うん、あ、そうですか、でその後その2人ですね、やっぱこの活躍しましたから、はい、名字を名乗っていいと、あ、そうか、農家の出身だと当時は名字もないんですね、ないです、はい、どこかの町の長左衛門と彦左衛門です、はい、あ、そういう言い方なんだ、はい、で名字も許されて、で刀も持っていいと、あら、これはもうじゃあ武士と同じ扱い、そうです、をしていいと、はい、で伊達家の家紋入りの羽織とかも送られたと、はい、でその数年後にまあ明治に変わりまして、はい、でこの時の功績がですね、称えられたお達し書きというものがあるんですが、お達し書き、はい、まあ、手紙みたいなもんですね、うんうん、はい、それが今も残っていると、へえ、残ってんだね、はい、じゃあやっぱちゃんと事実だったんですね、この、そうですね、この出来事は、はい、で羽織も残ってるみたいです、あ、そうですか、はい、こういうちょっといい話と、なるほどね、でこれを使って、はい、ちょっとこの何でしょう、郷土の若者たちにこういう人を信じ合う気持ちを学び取ってほしいよねということで、はいはいはい、こう学校でも教えようという流れになっているそうです、小学校の社会科の副読本に載ってるんです、そうです、へえ、うん、いや、とてもいい話だと思いますし、はい、こういうのがね、教材に使われることもまたいいことだと思いますけども、うん、まあ、なんかそのこの彦左衛門さんと長左衛門さんたちのストーリーは美しいというかいい話だなと思うんですが、はい、まあ、そもそも論として最初から偉い人が言っとけば問題なかったんじゃないかっていうねそうなんですよ、仙台藩がね、なぜこの人たちをその使者に選んだのかっていうのがやっぱ謎っちゃ謎ですよね、はい、町の文化財担当の方がいらっしゃるんですが、はい、なぜこの二人が和平の使者に選ばれたかというのはもう全くの謎と、あ、そうなんだ、はい、いうことらしいです、なんでなんでしょうね、うん、まあ予測ですけど、その藩の中での意見が割れてるので、うん、そのなんというか家臣というか偉い方の人たちもどっち派みたいな感じで割れてたんですかね、そうでしょうね、うん、だから誰か一人を使者にっていうのは難しかったのかもですね、でそれでまた藩の中でごたごたとしてこう戦いが始まったら厄介ですから、うん、あ、そりゃそうだね、うん、ちょっとこうこそっとこう農民に行ってくれないかと、あんまりその藩の派閥争いみたいなところに関係がなさそうな人をあえて選んだのかもしれないですね、うん、そうかもしれないですね、うん、なるほど、はい、仙台で本当にあった走れメロス、うん、というお話でした、はいはい、ということで、まずは歴史ニュースから紹介してもらいましたけれども、うん、まあ、今日はですねお正月ということで、ちょっといつもの寺話というか寺とか文化財のお話とはやや違う方向で今日はリクエストをしたんですよ、はいはい、で、まあよくこの番組で出てくる三国名勝図、はい、三国名勝図にこんなテーマの話は載ってないのかというふうなね話をしてみたところ、たっちゃんが調べてきてくれたんですけど、今日はですね食べ物ですね、まあね、年末年始はよく食べちゃいますよね、うん、どうしてもちょっとこのね食べ過ぎになりがちですけど、美味しいものがたくさんあるのでね、まあ昔の鹿児島は江戸時代の鹿児島は美味しいものを食べてたのかと、はい、いうことをちょっと調べてもらいまして、うん、三国名勝図にもそういうコーナーがあるんですよね、食べ物とか名産品が載ってるような、そうなんですよ、物産という物産というところがある場所がありまして、うんうんうん、そこに、はい、その場所で、はい、どういう魚が取れるとか、はい、どういう猛禽類がいるとか、猛禽類っていうのは動物ですね、動物か、はい、うんうん、鳥だとか、はいはいはい、どういうものが取れるかとかいうのがいろいろ書いてまして、はい、で大体はですね、うん、本当に羅列されてるだけなんですよ、列挙されてるだけなんですね、この土地はこれ、はい、これはここで取れる、はい、みたいなこと、
その中でも特に名産品というものがあるので、はい、それに関しては割と長々とこう説明が書いてるんですね。へー、そうなんですね。それを読むと、はい、まあ、今ないものももちろんありますし、はいはいはい、今にも通ずるものが書いていると。じゃあ今と比較しながら見ると結構面白そうですね、はい、これはね、はい、じゃあ早速紹介していきましょうかね、はい、まあ、江戸時代の鹿児島を食べようというテーマで今日はお送りします、うん、江戸時代の鹿児島の、まあ、食べ物について書いてある三国名所図会からの紹介になりますが、はい、まずは寿司。寿司、まあね、正月は寿司食いたくなりますよね。そうですね、寿司飲みながら、寿司食べながらなんかお酒飲む、あ、日本酒、正月らしくていいじゃないですかね、はい、鹿児島は寿司食べてたんですか、この頃は。この頃はですね、これ鹿児島城下のページに書いてるんですが、はい、まあ、ちょっと読みますね。寿司、鹿児島の寿司は他の国の比ではない、ほう、もう超美味しいと、うんうん、で駿府の古吉田、これ駿府は静岡ですね、駿府の古吉田で鹿児島の寿司に習って作って、はあ、薩摩寿司と名付けているが、はあ、製法が違うので、はあ、私たちの寿司とは大きく味が異なると書いてます。へえ、あ、じゃあ鹿児島の寿司はクオリティが高いぞって言ってるってことですか。そうですね。でも、ま、この静岡駿府というと、そうね、徳川がさ、はい、徳川家康がいたり、はいはいはい、大きい町ですよ、はい、そこでも薩摩寿司とこう真似て作ってしまうぐらい有名だったんだよ、だけどこっちが美味しいけどねっていう、そういうことなんだ、書いてます。うちがオリジナルだからねっつって、製法が違うもんねっていうのが書いてるんですね。そっちは偽物だぞと、まあ、言えば今どうなんですかね、今の静岡県になんか薩摩寿司が由来のなんかとか残ってたら面白いですけどね。うん、なんどうですかね、ないじゃないですか。あんまり聞いたことないけど、うん、まあ、どっちも魚は美味しいですけど、うん、まあ、魚が美味しいのはそうだろうなと思うけど、海に囲まれてますしね、はい、でもなんか 今現時点でその全国津々浦々いろいろある中で、うん、鹿児島といえば寿司だよねっていう感じでもないですよね。そうですね、うん、まあ、ネタは確かに美味しいけども、うん、その特別鹿児島といえば寿司だという印象はないですね。ないですよね、うんうん、でもまあこれが出てくるぐらい、こういう項目が出てくるぐらい有名だったってことでしょうね。そうですね、特に鹿児島城下は寿司がうまいと。へえ、なんかその頃から続いてる寿司屋さんとかあるのかな、鹿児島市内とかには。さすがに江戸はないんじゃないですか。江戸時代ないかな。もしご存知の方がいたら教えてください。本当ですね、行ってみたいですね。その頃の製法、薩摩寿司と呼ばれるその頃の製法を残してるとかなんかあったらね。そうなんですよね、この製法気になりますよね、うんうん、今の寿司とおそらくちょっと違う。だって製法が違うので、この何、鹿児島の寿司とその駿府、はい、静岡の寿司は違うんだぞって言ってるってことは、うん、なんかちょっと特殊なレシピがあったってことですよね。そうですね、単にこう酢飯を作ってこう新鮮な魚を乗せましただけではない何かがあったってことですよね、うん、ですね、うん、まあ、だから気になりますね、気になるね、これ寿司。なんかあれですね、今日の特集は腹が減りますね、いきなりですけど何か食べながら聞いていただけると、うん、ぜひそうしてください。いいかもしれないですね、はい、美味しい寿司でもどうですか、はい、で、まあ、やっぱ鹿児島ですからこう魚介類が多いというか、うん、続いても魚ですね、はい、次はですね、カジキのページに、カジキ、はい、これは愛らしいカジキ町のカジキですか、はいはい、ページに書かれているものがありまして、はい、シビウオ、シビウオ、シビですね、難しい感じですよ、魚編の、魚編に尋ねるですかね、これは尋ねるかな、これは、うん、それシビと読むらしいんですが、はい、まあ、今でいうシビはキハダマグロとかですが、キハダマグロのことなんですか、まあ、これがそのキハダマグロを表しているかは分かりません。あ、三国名勝図会に出てくるシビっていうのが現在のキハダマグロのことかどうかは分からない、はい、あ、で何が書いておりますかという、取れるかなカジキでキハダマグロ。そうなんですよ、多分ちょっと違うかもしれないですね、違う魚のこと言ってるかもしれないですね、はい、ちょっと読みますね、はい、東村の黒川崎の海中で取れる、あ、黒川、はい、へ、東村の絶品である、はい、そもそも本藩の鹿児島藩ですね、薩摩藩のシビは全国で取れるものよりも味が良い、うん、その品品質は本藩、あ、違いますね、もうすみませんね、他方の人も鹿児島、あの薩摩藩以外の方も称賛しているが、うんうん、カジキ村のシビは特に素晴らしく、はい、刺身やナマスにするのが最も良いと、でその品質は薩摩藩第一とされていると、はい、世にカジキシビと呼ばれ珍重されている、はい、またそのシビの腹渡で塩辛を作れば少し生臭くなるが、うん、東村の、あ、普通のシビですね、東村のものじゃなくてカジキ以外のシビの腹渡で塩辛を作るとちょっと生臭くなるのだが、うん、カジキシビの腹渡は塩辛にしても味が良い、へ、そのため塩
辛の名品と呼ばれると。ほう。でそのためカジキ村の守備と塩辛はカジキ島漬当主から時々薩摩藩藩主に献上されているという、すごい、藩主献上の塩辛を作ってたんですね。そうです。しかもカジキ島漬の方が直々に持っていくという、相当珍重されてたってことですね。そうですね。あるかな、今ないんじゃないですかね。カジキで塩辛作ってるイメージはない。もしあったらごめんなさいね、ちょっと知らないですね。うん、なんかこれもまず何の魚かですよね、これがね。そうなんですよ。マグロ、キハダマグロだとしたらちょっと塩辛は作るイメージあんまないないですね。ないこともないかな、どうなんだろう。あ、ちょっとこれ調べるときにちょこっと調べたら、シビカラっていうのがありはしましたけど、シビカラ、シビカラっていうのを作ってる方が、それは鹿児島でですか。いや全国的じゃない。ああそうなんですね。へえ。いやでもね、なんかこうそういう言われがあるんだったら、そのカジキの塩辛ってね、今ちょっとこうなんていうの、地方の特産品お取り寄せ部分みたいなのあるじゃないですか、はい、ね、なんか商品として作っても良さそうですけどね。そうですよね。しかもこれ150年前と今の、うん、その取れる魚の種類が変わってなければいいですけど、まあ、そうですね、そりゃそうですね。それはちょっとまた専門の方に聞くと面白いかもしれないですね、うん、黒川の海中で取れるって書いてあると、やっぱ今のカジキ港付近っていうことですよね、うん、そうですね、うん、あの辺にいた魚があるんだね、うん、これはもうアイラの中でもこのカジキシビについてはかなり熱く語られてるので、じゃあ相当やっぱ名産品だったんですね。そうですね、いやこの辺はだからなんかその製法とかが何かに残ってないんですかね、その文章とかでね。残ってる可能性ありますよ。なんか、うん、なんだろうな、いつぐらいまで作ってたかですよね。そうですね。明治時代ぐらいまで作ってればギリギリ郷土史とかに出てくる可能性ありますよね、明治まではやってそうですけどね、ここまで有名ならちょっとその辺のなんか郷土史とかもう一回見てみようかなという気持ちになりますね、うん、この辺はね、うん、カジキのシビウオ、ちょっと何の魚か分かりませんが、はい、塩辛が有名、うん、まあ、でも刺身でも食べてたと書いてますもんね、はい、そうです。刺身とかナマスで食べ、刺身とかナマスで食べても美味しいし、腹ワタは塩辛になる、うん、何の魚だろうねって感じがしますけどね、うん、はい、カジキのシビウオ、シビウオ、はい、はい、で続いてはこれは川ですね。これ川、川の魚ですね。これ万礼と書いて、うなぎに馬辺にうるわしいと書いてですね、これで万礼と読むんだ、はい、あ、まあ、うなぎのことですか。うなぎでしょうね、はい、うんうん、これは東郷ですね、はい、私の地元です、はい、東郷のページに書いてます、はいはい、まあね、あの辺はうなぎ取れるだろうなって感じはします、仙台川でしょ。仙台川です、はい、で何と書かれてるかと言いますと、はい、うなぎの小さいものが、うん、1月2月の間に非常に多く仙台川で生まれると、はい、で地元の方言で上り子という、へー知らないな。で住民の方々はこれを取って、はい、乾かして、うん、でそれを川越島城下に出荷しておりますと。乾かしてってことは干物にしてたってことですかね。干物か、小さいうなぎなので、はい、こうなんかこうパラパラしたなんか、あ、なるほど、ね、シラスのような、あ、そう、あ、そういうことか、感じにしてたのか。でこれをですね食べると、はいはい、子供の病気が治るという。ああ、まあまあ、うなぎはね、なんかそういうこうなんていうの、ちょっと薬膳的なあれもありますもんね、うん、はい、うん、これが東村の名産である。まあ、東郷の話ってことですね、はい、東郷村の名産であると。なるほど。まあまあ、うち地元なので東郷は、はいはい、まあ、うなぎ取れるだろうなって感じはするんですけど、のぼり子っていう言い方知らないですね。うん、地元の方言でのぼり子、のぼりは上がるですね、のぼりに子供の子とかでのぼり子、はいはい、あれですよ、小学校の近くにね、もう今ちょっとなくなったんですけど、養鰻場がありましたよ、はい、まあ、養殖ですけどね、だから、はいはい、うん、だからまあうなぎの文化自体はあったんでしょうね、昔からね。私、まあ、今もね、近くにうなぎ あの工場が作られていて、あ、まあ、それは別にそこで育ってるわけじゃないですけど、加工場が立地したりとか、やっぱなんかもともとそういう土地柄があったからそこにっていうのはあると思いますけどね。そうです。なんか今も続いてるっていうのはなんか嬉しいですね、そのうなぎ文化というか。うん、ただもう 今やね、うなぎはこうちょっとこう希少種というか、そうです ね数が少なくなってるっていう話もあったりしますからね、うん、これ続いてほしいですけど、確か、2018年のNHK 大河ドラマセゴドンでも結構うなぎ取りのシーン出てきましたもんね。あ、出ましたね。薩摩藩士たちが、はい、まあ、若い頃うなぎ取りにみんなでこう行くみたいなシーンがよく描かれてましたけどね。甲突川で取ってますみたいなのがありましたね。だから、まあ、貴重なエネルギー源だったんでしょうね、うん、そういう意味ではね。そう思うとやっぱ子供の病気を治すっていうのは、うん、まあ、ある正しく話だと思います。なくもないと、うん、はい、まあ、小さい頃そんなにうなぎ食べた記憶はないですけどね。高いですから。高級食材ですから、うん、はい、まあ、川ではうなぎだと、はいはい、やっぱあれですね、魚介類がたくさん出てくる感じ多いですね、っていう気がしますけど、はい、続いても
海のものですね、はい、また魚介系ですね。これは車エビ。車エビ、はい、これは泉のページに書いてます、はい、泉で車エビ、はい、あんまりイメージないですけどね。しかも漢字がですね、青流、はい、青い流、青流と書いて車エビと読む。これで車エビと読ませる、はい、あれですよね、四神相応の。そうです、ね、青流は南の方ですっけ。青流どっちですか、あ、南です。南ですよね、はいはい、うん、その白虎とか玄武とか朱雀とかと並んで青流と書きますけど、うん、それを車エビと読むんだと読んでましたね、三国名称図では。そうなんだね、はい、じゃあどう書いてあるかと言いますと、はい、名護浦で取れると、はい、で薩摩藩内で、うん、泉村だけで取れると。へえ、そうなんだ、はい、でこれは乾かして保存する、はい、これを車エビというと、うんうん、で名品で世の中で珍重されていると、うん、で車エビに関しての説明がその後に書いてまして、はい、大きさは4寸から5寸どれぐらいかな、15センチとかそんぐらいですね、うん、で皮が厚く褐色で白い横の筋がある、うんうん、煮ると赤くなり、はい、車輪のように曲がった姿になる、はいはいはい、これが名の元であると。車と呼ばれるのはね、車輪のように、ま、はい、丸くなるからと、はいはい、夏から取れ始め、うん、秋冬が最盛期、うん、味は甘美で上品である。あれですよ、お正月料理にエビを入れるのはこう腰が曲がるほど長生きしましょうっていうことですからね、うん、はい、縁起がいいものでもあるっていう。でもまあ泉で車エビだ、天然物ってことですよね、当然ね。そうですね、うん、まあ、今車エビっていうとね、なんかあの早戸のあたりかな、あの MBC 開発さんがあの養殖してますけどね、車エビの養殖場をお持ちですけど、まあ、それはそれとして天然物はこっちだと。泉で取れ、うん、どうなんだ、今でも取れてるのかな、まあ、でも百何十年経ってると取れるもの変わってるでしょうからね。そうですね、うん、今なんか天草とかでよく取れるらしいので。ああ、そうですか。あ、じゃあ、まあ、あの辺にいるっちゃいるのかもしれない、ね、うん、いるっちゃいるんでしょうね、うん、で今あっちはあの車エビじゃなくて熊エビですかね。あ、種類が違うものが取れる、はい、鹿児島でよくやるあの焼きエビってあるじゃないですか、はいはいはい、串を刺して、はいはいはい、あれが確か熊エビなので。あ、種類違うんです、違うんですね。そういうこれも車エビって書いてますけど、はい、熊エビだった可能性もゼロではないですし。なるほどなるほど。あ、そうか、言い方が違った可能性あるよね、はい、でそれを使って、はい、ね、鹿児島のお雑煮はエビだしですから、はい、そういうのを使ってたんじゃないかなと。そうか、鹿児島のお雑煮エビ出しだもんね。エビ出しですか、うん、やっぱエビが名産だからってのあるかもしれないですね、うん、今日はですね、大体これ150年ぐらい前って言ったらいいかな、はいはい、150、60年前の、まあ、鹿児島の人たちがどんなものを食べてたかっていうことで、三国名勝図会に出てくる食べ物シリーズで紹介してもらってますけど、はい、もう一個ぐらい行ってからちょっと一曲かけましょうか、はい、続いては、まあ、これはね、今でも鹿児島の名産品です、はい、お茶。お茶、うん、でこれですね、今で言うとお茶っていうとやっぱ知覧とか、まあね、知覧、まあ、南薩摩市方面か、はい、まあ、霧島市溝辺とか、はい、あの辺のイメージがありますけど。なんですか、これに関してはですね、アクネです。アクネ、はい、はあんまり茶畑とかあるイメージないですけどね。そうですよね。でなんで書いているかというと、はい、茶園は海から三里ほど離れた山下という場所にあると。山下、はい、で宝暦明は1751年からまあ71年ぐらいですかねの間に、うんうん、アクネ村に大道寺というお寺がありまして、そこの住職の法円という方が、はい、宇治に住んでたと。しばらく、宇治といえばお茶ですよ。宇治抹茶ですよね、宇治茶で。そこで宇治茶の製法を学んで阿久根に帰ってきたそうなんですね、うん、でその時安永年間、まあ、1700年代ですが、はい、その頃に村の豪士松下三右衛門、はい、荻原豪太夫、はい、白浜平六という方々に、はい、お茶の作り方を教えたところ、はい、とてもいいお茶を作るようになったと。このお坊さんたちがいいお茶を作るようになったと、はい、お坊さんのこの豪士の方々ですね。豪士の方々が、はい、うん、3人がすごくいいお茶を作るようになったと。なので文政8年1825年に、はい、その3人の豪士の息子さんたちが、はい、さらに宇治に行って、はい、その3人の豪士の子供たち3人がさらに宇治に行った、はい、で2世代にわたって。そうです。でもう一回ちゃんとはあ、お茶の作り方を学んで帰ってきて、はい、さらに品質を高めていたところ、はい、藩主から命令がありまして、お茶を献上せえと。おお、はい、藩主のお眼鏡にかなったわけですね、はい、それで遠村のお茶がついに名産となった、はあ、世にこれをアクネ茶という。へえ、品質は宇治に劣らない。へえ、そうなんだ。で抹茶も普通のお茶も共に生産していると、はい、で本藩薩摩藩の献上品のお茶は阿久根村、吉松村、そして都の城村、この3か所を名品としております。はあ、吉松とか都の城もまあですけど、阿久根でお茶っていうイメージ 今はあんまりない、まあ、作ってるかもしれないけどね、うん、あんまりでもないですよね。聞かないですよね、聞かないですよね、阿久根茶っていうのは。でも
あれですよね、その三国名勝図に書いてある記述の内容としても、なんかこの辺ではなんか、ね、1月2月はうなぎが取れるよぐらいじゃなくて、はい、結構詳しくストーリーが書いてありますね。そうなんですよ、年代も書いてるし、人の名前もね、 誰が作ったかとか、で1825年に3人の子供かって、うん、ピンポイントでビッて言ってるんで、それだけ記録もちゃんとしてるぐらい相当盛んに作られたってことですよね。そうですね。お茶、お茶ですが、アクネ、アクネです。イメージないな。でこのアクネがかなり力を入れてまして、三国名勝図の中でも食べ物になんか食べ物はアクネが熱かったということがどうやら分かるんですが、そうですね、ちょっとじゃあちょっと一曲挟んだ上でその辺アクネ話を掘り下げていきましょう。はい、ちょっと今回は今受験生も大変ですから、はい、受験生たちに向けてこの曲を、わかりました、じゃあ曲紹介をお願いします。スミカ、Sense of Wonder。 89.1 I love you FM。 Stay tuned。 YouTube でお聴きの皆さんにはちょっと曲部分カットしておりますが、スミカ、Sense of Wonder をお届けしました。はい、じゃあちょっと番組に戻りましょうね、はい、今日はですね、江戸時代の鹿児島を食べようということで、およそ150、60年前、うん、どんなものを鹿児島の人は食べてたのかということで、三国名勝図に出てくる鹿児島の名産品などを紹介してもらってますけども、はい、曲の前はお茶が出てきて、うん、お茶は鹿児島はまあそれは有名でしょうねと思ったんですけども、三国名勝図にはお茶はアクネだと書いてあるという話でした、はい、うん、でこのアクネが熱いと、アクネ食べ物に関して非常に熱いということで、続いては焼酎です。焼酎ですね、まあ、それは焼酎も名産品でしょうと思いますが、うん、焼酎ってかいちゃんと書いてるのはもうアクネぐらいでございまして、焼酎もアクネだって書いてある、はい、今もうさアクネにさ酒造さんはない、あもちろん、まあ、もうありますよ、ありますよ、ね、あります、アクネにも酒造メーカーさん自体はありますけど、はい、ただまあ鹿児島県中あちこちありますからね、うん、特にアクネだっていう感じはしないですけど、うん、これはね、何と書いておりもいるかというとですね、はい、日本の諸国に薩州アクネ焼酎ありと看板が出ているのは、東村アクネ村製のものであると。で1688年頃、元禄の前後ぐらいから、はい、アクネのところにですね、港に船が、はい、港町ですから、はい、船が入ってくると、はいはい、でその船が江戸とか大阪を往来するときに、うん、このアクネ村の焼酎を乗せて交易していた、はい、へー、これによって諸国に伝わってその名が四方に広がったと。あ、だから逆にあれですね、薩摩藩以外のところで、アクネの焼酎が有名になったってことですか。はい、はあ、でこの後ちょっと気になることが書いてまして、本藩の焼酎の製法は、はい、そもそもですけども、うん、琉球から伝わっていると。薩摩藩の焼酎はもともと琉球から作り方が伝わったと、はい、で琉球に、その琉球には中国の今でいう中国ですね、はい、から伝わっているという製法まで書かれておりまして、はい、どういう製法で、どういう製法が日本に伝わってきたかというのも書かれている、はい、で阿久根村の焼酎は辛口で、はい、普通の焼酎とは異なると。ほう、でこれはなぜかというとですね、はい、アクネの村の船が琉球に渡った時に違う製法を伝授されたからだというと、はい、なんかルーツがちょっと違うんだと、うんうんうん、で鹿児島のこの薩摩藩の産物の中で名品として全国に広く知られ、はい、諸国の看板に名が見えるのはアクネ焼酎と国分タバコである。まあ、国分タバコはね、はい、花は霧島、タバコは国分というぐらいですから、うん、まあまあそれはね有名だったんだろうなというのは分かるんですけど、アクネの焼酎が全国にそれだけ有名だったっていうことが分かりますね、はい、しかも全国のお店にこう看板を掲げられるほど有名だったと。アクネ焼酎というのが、はい、アクネ焼酎あります。へえ、いやこれもあんまりイメージないですね。ないですよね、これもちょっと全然今のものとは、今とするとちょっとこう想像できないというか、うん、他のところじゃないんですね、うん、アクネ、まあ、焼酎もアクネだと、しかも全国にアクネの名は轟いてるぞと、はい、いうことが書いてあると、うん、すごいな、これはちょっと意外でしたね。そうですね、しかもやっぱ江戸と大阪をこう往来する船が出てたっていうのが大きかったんでしょうけど、はい、なるほど、はい、まあ、そういう、まあ、なんていうかな、こう物流のルートがあったってことですね、はい、はいはいはい、でまあお茶も焼酎もアクネだと書いてあるけども、はい、アクネまだまだあるのね。お菓子もあるぞと、はいはいはい、お菓子スイーツ、はい、スイーツ一口甲と書いてまして、ちょっと甲が難しい字なんですが、この字はね説明難しいけど、これ米辺に
羊羹の羹の字みたいな感じの字が書いてあります。そうですね、はい、でこの甲って何かというと、まあ、今で使われているのはチンスコウ、あ、チンスコウの甲がこれらしいです、はいはいはい、ものはちょっと違うみたいですけど、はい、でこれ何書かれているかというと村の店で売られてますと、はい、で蒸し菓子かな焼き菓子かわからないですが、とりあえず熱を加えて、ね、こう焼くか煮るかし、あ、蒸すかかなんかの類であると、はいはい、まあ、米辺がついてるからなんか米の粉かなんか使うのかなみたいなイメージはありますけどね。そうですね、うん、はい、で東村の町人エビスミセリンスケというものが、すごい名前エビスミセさん、エビスミセでしょうね、はあ、天明年間の末と書いているので、おそらく1785年頃ですかね、はい、に長崎の人から伝授されてこれを作り売っていると。国の人いろんなところからいろんなものを伝授されて作ってますね。それだけ交易が盛んだと、はあはあ、で鹿児島城下の店でも売っているが、はい、同じ名前でですね、おそらく一口香という名前で売ってるんでしょうが、はい、その品質は阿久根村には及ばないと、へ、世に阿久根一口香と呼ばれ称えられているというふうに書かれている。これも現在でなんていうか現存しているものじゃないんでしょうね、きっとね。でしょうね、もう作られてないんでしょうね、はい、もうないんでしょうね。これでもどんなものだったか気になりますね。一口香っていうぐらいだから、まあ一口サイズのなんかお菓子だったんでしょうけどもね。そうですね、はあ、そうです。でもこれはその鹿児島城下でも売られるぐらい人気はあったけども、アクネのものの方が品質がいいよと、はい、はあ、だ今で言うとアクネにすごい有名な食べログとかで評判のいいカフェがあるみたいな、あ、もうそこ行かないと食べられないよみたいなことか、感覚じゃないですかねこれは、はい、あれですよね、ラーメンの天下一品も本店だけ味が違って美味しいって言いますよね。そうですね、みたいな話ですかね、はい、うん、天下一品と比べたら違う、どうかっていう感じもしますけど、はい、まあまあでもスイーツ、お菓子系もアクネだと、はい、まだあるんだね。果物もあるぞと。アクネすごいね。アクネ熱いんですよ。三国名勝図会でアクネがこんなに褒め称えられてると。そうです。で今はね、アクネうまいね、肥前だねと言ってますから。今も、まあ、言ってる。確かに。それを江戸時代からやってるというですね。江戸時代からアクネはうまいね、肥前だねだったと。だったということですよ。あれ最近ですよね、言い始めたの、ね。あれ最近ですね。はい、で、そうですか。はい、でその果物なんというかというと、はい、甘州乳甘と書いてるんですが。甘は漢字の甘ですね。甘種なのでおそらくその中国から伝わってきた中国由来の何かってことですか。はい、柑橘系のものと。乳甘は、まあ、牛乳の乳に柑橘の甘と書いて乳甘というんですね、はい、ほうほう。当阿久根村に甘種の乳甘があると。で漢方の頃、漢方なので1741年から43年頃に阿久根村に中国の船が来着したと、はい、でその時村にいた通訳原田喜右衛門というものが、はあ、中国の方から、はい、その甘種の乳甘を手に入れて持って帰って、はい、でその実を巻いたところ、はあ、とても繁殖したと。ほうほう。で実がなった。ちゃんと育ったんだ、はい、うん、でこれをですね、藩主に献上しまして、はい、接ぎ木をしたと。ほうほうほう。接ぎ木をして増やしたようですね、はいはいはい、でこの多くが、うん、アクネさんの甘種の種だったと。この元が鹿児島城下でもおそらく繁殖したんでしょうね、はいはいはい、それの元は阿久根村のものだと。へえ。でこの乳甘は普通のものより種が大きくて味は甘美である、はい、と書いてるんですが、これおそらくボンタンじゃないかなと、はいはい、ボンタンですよね、うん、今そうじゃないかなと思って聞いてました。阿久根にその海外から伝わって阿久根にしかなさそうな柑橘類というかボンタンですよね、はい、ボンタンのことを言ってるんでしょうね。どうやらこれはボンタンもうまいと。でもあれですね、接ぎ木して増やすぐらい、まあ、人気があったってことですよね、はい、そうですね、うん、やっぱ日本にない味だったんでしょうね、うん、あの感じが、あの感じ確かにね、うん、あ、行くとびっくりしますもんね。そうですね、アクネに行くとね、普通にその辺の家の庭とかに生えてますからね、うん、でなんかすごいゴロゴロ売られてるので巨大なものが、うん、まあ確かに珍しかったでしょうね。大きくて美味しいとなるとそれはやっぱ育てたくなりますもんね、うん、でもそんな古いんですね。そうですね、1741年頃に、250年ぐらい前ですか。古いですよ。でも中国から持ってきたその種を撒いたら よく阿久根の土地にまあマッチしましたね、これがね。そうですね、よく生えましたね。うん、あと一個びっくりするのはやっぱこの阿久根に中国語の通訳がいたと。そう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 。だ相当栄えてたんでしょうね、そのなんか交易という意味では、はい、うん、なんかいろんな土地と交流があって、なんでしょうね、その交易がある土地ってこうなんでしょうね、
両替とか、はい、通訳とか、なんかそういう機能が必要ですもんね。うんうん、で当時の絵図にも板書と書いてるので、おそらくそこにいらっしゃった方でしょうね、この原田さん。なるほど、うん、そうですか。はい、まあ、三国名称図絵にもこうやって出てくると、まあ、はい、おそらくボンタンのことではないかと。はい、全く違う柑橘だったら面白いですけどね。確かに今は途絶えてしまった何かがあったとしたら面白いですけどね。うんうん、で今にもつながるものが、はい、三国名称図の中には残ってますと。まあ、ちょっとここまではアクネシリーズみたいになってましたけども、はい、アクネが熱いぞと書いてありましたが、それ以外の土地のことも当然たくさん出てくると。そうですね、ということでここからは、現代もあるもの、はいはい、ということですね。でやっぱ鹿児島の柑橘といえば、はい、まあ、ボンタンもですけど、はい、桜島小みかんですよね。はい、これに関しても実は記述がありまして、はいはい、桜島のページに立花と書いて、それにみかんと書いてるんですが、はい、立花の中に方言で赤みかんというものがある。赤みかんって呼んでたんだ。はい、江戸時代は赤みかんと呼んでたみたいですね。で桜島の土壌はみかんにとても良いと。はあはあ、そのため人々が数千株を植えて、はい、めっちゃ植えてる、うん、それを産業としていると、はい、まさに今と変わらないですね。はい、で昔江戸幕府の旗本であった山口直友という方が、はい、鹿児島の薩摩藩を訪れた時にこれを食べて、はい、大変美味しいと褒めたので、はい、名産としなさいと、これを幕府の偉い人が来て、はい、美味しいぞと褒めてくれたと、はい、これは名産だと言ったので、うん、当時ですね、薩摩藩の家老に喜入忠政という方がいまして、はい、その方に告げてですね、はい、徳川家康に献上した方がいいんじゃないかと。え、このみかんを、はい、美味しいから。ほう、ということで献上したところですね、はい、大変気に入ったようで、徳川家康が、はい、毎年献上しなさいと。徳川家康が、はい、毎年の恒例となったと書いてあります。すごいね、うん、徳川家康が桜島のみかん食べてたんだ。食べたというこれここには書いてましたね。はー、うん、すごい。ただ、はい、安永年間1772年から80年の間に桜島が大噴火をしたようで、はい、まあ桜島はね定期的に大噴火してますが、はい、それを機に献上することをやめたそうですね。ちょっと畑がやられちゃったりしたのかな、うんうん、そうですか。でその後も桜島さんのみかんは味がとても甘美で甘く種が少ない、はい、でこの辺りから世に桜島みかんと言われ始め、うん、これを珍重しない者はいないと書いてあるんだ。はい、はあ、でとても大きな木で、はい、枝や幹が四方に垂れ下がっていって地面につくほどだと。なのでそれを柱を立てて支えとしている。ほうほう。で城下、鹿児島城下の方々はこの桜島さんのみかんの種 を植えたりとか、またあと接ぎ木とかして、うん、庭に植えている人が多いと、はいはい、東島の名産である。なるほど。この時は桜島は大正大噴火の前だからまだ島ですよね。そうです、ですよね。はい、だから当島という言い方をしてますね。なるほど、なるほど、うん、もっとあれですよ、桜島、あの徳川家康が食べたみかんってもっと PR した方がいいんじゃないですか。確かに、ね、そうですよね。ちゃんと記述があるから嘘じゃなさそうですよね、うんうん、ネームバリューある人出した方がいいですよね。徳川家康はネームバリューありますよ。しかもそれ食べて美味しいから毎年持ってこいって言ったんでしょ。そうですよ、うん、これは PR した方がいいんじゃないですかね。家康も食べたみかん知ってるかな、桜島の人。知らないかもしれないですね。ねえ、三国名称図にちゃんと出てくるよっていうのをね、うん、もっと教えてあげたらいいんじゃないですかね。そうですね、うん、なんか来年ぐらい、今年ぐらいから急に徳川家康を語り始めたら面白いですけどいやいや、でも全然いいと思いますけど ね, いいですよね、うん、そういう PR の仕方ありだと思いますけどね、うん、なんかこうあれですもんね、こう西郷さんが腰掛けた石とかね。そうですね、なんかそういうのでこうね、有名になったりするぐらいですから、うん、徳川家康が食べたみかんはいいと思いますけどね。インパクト大ですよ。インパクト大ですよね。で実際やっぱ美味しいですしね。あ、そうそう、美味しい、ちゃんとね、はい、うん、僕があのスーパーの農産で働いてるので生鮮品を扱ってるんですよね。季節になったら小みかん入ってくるんですよ、はいはいはい、でちょっとこうね、やっぱお客様に説明するためにちょっと味見をするわけです。試食をね、はい、うん、やっぱこう他のみかんとはちょっと風味も違うし、うん、甘みがちょっと強いですから、ね、香りもいいし、うん、あ、いいみかんですから。でもあれだよね、あの今みたいにその長距離トラックとか、うん、あの空輸便とかないじゃないですか、はい、持ってったんですよね。持ってった徳川家康のところまで、はい、毎年すごいね。おそらくあの氷室から氷を取ってとかじゃないですか。ああ、そういうことか。おそらくあのこうアナログクール便だ。そうですね、おがくずれを包んであ、はい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 、で向こうで川の水とかで冷やして、うん、冷やしてどうぞと。すごい手間暇かかってんな。かかってますよ、うん、はい、というみかんも三国名称図に出てくると、江戸時代から、はい、あの珍重されていたということが分かりますね、はいはい、そして、はい、で桜島といえばもう一つあるじゃないですか。ありますね。
フェリー降りたところにいきなりあるよね。はい、桜島大根。大根。はい。これ当時来福と言ってたみたいで。これも難しい字だね。ちょっと説明ができない。草冠にま来るの旧字体に、うん、また福は草冠に洋服の服。服の旧字体ですね。はい、で来福ですね、はい。これはですね、当島の名産である。当然ですね、うん、名産。大きなものは周囲一尺にもなると。うん、まあ、相当でかいですよ。一尺、まあ何センチ？3メーターはないか。まあ、結構ありますね。何十センチか。何十センチですね、うん、世に桜島来福と言われ、うん、これを皆さん味わっていると、はい、で世の中に多くの大きな大来福、大きな大根があるが、うん、未だに桜島さんのものに及ぶものがあるという話を聞いたことがない、はいはい、で当島のこの桜島大根の種を取って、うん、他の土地に植えても桜島のようにはならない。ならないんだ、はい、うん、これは島の土壌が大根に適しているからであろうと。ほうほうほう。で大根といえば、うん、数ある野菜の中でも最上級品で、ほう、世の中に品種が数種類あって、うん、品質もそれぞれだ、はい、で尾張大根、尾張来福、これは愛知県ですね、愛知県ですね、尾張、はい、うん、尾張来福などはとても名高いが、うん、桜島さんのものに比べれば後人を排す。なるほど、書き方がかっこいい。かっこいいですよね、うんうん。で大きな野菜っていうのは、はい、大抵味が他よりも劣っているんですけど、あ、まあ、そういうイメージはありますよね、はい、うん、この大根は、うん、とても大きいが味も甘美であると、うん、で柔らかく、うん、煮ても味が染みやすく、うん、漬物にしたり、うん、干し大根など、うん、何でも使えるよと、はい、でそのため桜島さんのものは、うん、尾張さんなどが及ぶものではない。すごい、なんか尾張さんをなんか下げてる感じがあるけど ね、うん、まあ、桜島がそれだけ素晴らしいと、はい、うん、で実に天下の名産と呼ぶべきである、はい、で桜島さんのものは品質はここもまたですよ、尾張さんの上であるがと。世にその名を知る人が少ない、うん、これがなぜかというと、うん、薩摩が僻地だから。最後に薩摩をちょっとディスってるの何なんだろうな。分かんないけど、まあ、とにかく尾張さんをライバル視してることはよく分かったし、はい、まあ、尾張さんと比べても全然品質が劣らないぞと。そうです、これが本当に三国名所に書いてある。いやでも他 の、ね、あの名産品についてもいろいろ書いてありましたけど、うん、それに比べてやっぱなんかこう論調がすごいこう熱く語ってますよ ね、そうですね。相当この人の思い入れ、書き手の思い入れがなんかある感じが、ね、このみかんと大根に関してはありましたね、うんうん。桜島村の当時の役人さんが相当これはもう推したいというのがあったんでしょうね。あったんでしょうね、うんうん。でもあれですね、その、阿久根のやつに比べると、もう江戸時代にはすでに作られてたっていうことはこれから分かりますが、はい、そのどっから来たかとか、はい、なんかどうやって持ち込まれたかみたいなことはちょっとこれ分かんないから、相当昔から作ってたんでしょうね。そうですね、昔からなのか、うん、なんか自生してたのか、もともと自生してた、はい、野生なのか、うん、他にないですもんね、こんな大根。ないですよね。ないですもんね。確かに桜島大根の種を他に植えてもあんなならないですもんね。ならなそう、うん、うん、なんか下のこの溶岩が関係してるとかいう話ですけど、なんかこう土のなんか、ね、品質というか、うん、土壌のあれが違うのかな、分かんないけど、うん、確かに、うん、あの美味しいですもんね。大きいのに味が染みやすいは確かにそうですね。そうですよね、うん、大体こうでかい野菜ってこう大味でなんかね、うん、パサパサしてたりとか美味しくないっていうイメージ確かにありますけど、育ちすぎると。この前ちょうど職場の人と話してまして、はあ、この前桜島大根煮たのよと、はあはあ、美味しいよねって話をしてたので本当に美味しいんですよね、やっぱ、うんうん。だからまあね、江戸時代からそれはこう名高い名産品であったと、うん、ただし鹿児島が僻地だからあんまり全国には知られてないっていうことが言われてるっていうのはちょっと面白いですけどね。悔しさがにじみ出てる感じがいいですよね。もっと知られるべきだっつってね、うん、そうですか。これは持ってかなかったのかな、徳川家康に。行かなかったんでしょうね、これは。それかあの、うん、幕府の方にちょっとこう、はい、あげても、うん、まあ、そこまでは。しかもやっぱ尾張ってやっぱ徳川の出身地じゃないですか。あ、まあ確かにね。いや、終わりでしょうみたいな感じにやっぱなったんでしょうね。終わり大根よりもうまいですって言いにくかったのかな。そうですね、徳川家には、はい、うん、確かにそうかな、うん、その可能性がありますね。なるほど。いやでも面白いですね、三国名勝図はこういうことも載ってるんだっていうのはよく分かりましたけど、うん、載ってました、うん。でもこう各地あるんですか、その、今回阿久根と桜島と、まあ、カジキとかが出てきてましたけど、はい、他の土地のものもいろいろ載ってはいるんですね。あります。ここまで長くは書いてないですけど、ちょこちょこっと書いてるのは、はい、もう各地に。でまた今回ちょっと大隅はまだ見れてないので。あ、なるほど、はい、大隅はまたありそうですね。大隅行ったらまた面白そうです。農産物がいろいろとありそうですね、うんうん。これはねまた大隅編ができるかもしれないですね。そうですね、はい、ちょっと次回にも期待ですけども、はい、あの食べ物だけじゃなくて、
あ、いろんなものですね、あの道具とか、はい、特にあの姶良はですね、石、やっぱ石が結構熱く語られてました。姶良市、現在の姶良市は石が有名だと、はい、カジキの石、まあ、カジキ石はね、はい、いろいろ建物にも使われたりとかしてますもんね、うん、その中で僕がちょっと気になったのは、はい、あのお箸ですね。お箸、やっぱ食べ物を食べるにはお箸がいりますから、まあ、そりゃそうだ、はい、その箸がどんな箸が使われてたかっていうのが書かれてまして、これはですね、今の鹿児島市の郡山という場所があるんですが、はい、そこにですね、木の橋という項目がありまして、ほう、郡山で木の橋を作ってた、はい、うん、郡山村の住民は、はい、工作の余暇があれば、これおそらく農閑期でしょうね、はいはいはい、があれば必ず木の橋を製作し、はい、これを産業としていると。へえ。で、本藩中、薩摩藩中で使われ、はい、辺境であっても使用されていないところはないと。ほう、そうなんだ。薩摩藩中くまなく使ってると。薩摩藩中の人がくまなく郡山の橋を使ってると、はい、ほう、俗に郡山橋と呼ばれる。へえ、知らないし、今はもういらっしゃらないでしょうね、木の橋を作ってる職人さんとかは。そうですね、おそらくもともとそういう産業家と、まあ、産業って書いてますけど、その農民の方々が農閑期に作ってるので、はい、まあ、その農民の方々が少なくなれば橋も少なくなるかなと、職人さんも。でもあれですね、なんかイメージですけど、イメージですけど、そのお箸って、まあ、言うたら木の棒じゃないですか、はい、そんなにこう作るのに複雑な技術が必要そうな感じもしないんですけど、郡山でしか作れないなんか特殊な加工とかなんかあったんですかね。あったんでしょうね、何か 木の材質とか、うん、なんかあったんでしょうね、それが良かったんでしょうね。掴みやすいとかいやありますよ、橋のその掴みやすさとかね、なんかこうありますけど、うん、郡山のやつが有名になる。だって鹿児島中で使われて使用されていないところはないって書かれるぐらいでしょ、うん、相当有名だったんですね。そうですね。いや、こういうのはだからね、残ってたら面白いですけど、ね、面白いですね。郡山のあたりうろうろしてみたらなんか名残とかないですかね。ないかもな。だでも削ってた道具とかはありそうですよね。あーはーはーはー。おじいちゃんが作ってたよとか、そういう話はまだ残ってるかもしれないです。はいはいはい、なるほど、うん、はい、いや、そういうのはちょっとね、受け継いでほしいなともありますけども、うん、まあ、三国名勝図会を見て、こう江戸時代の鹿児島の人たちがどんなものを食べてたかとか、まあ、そういうことがね、ちょっとイメージできる特集になったんじゃないかなと思いますが、はい、まあ、今年1回目でしたけれども、たくさんの寺話は、はい、まあ、今年もね、毎週この時間にお届けしていきますので、ぜひ、うん、お聞きいただきたいと思いますが、はい、ちなみにちょっとね、1月に入りましたので、1月1日号のクラブアイラビューマガジンにも、たくさんにも毎回ちょっとしたコラムというかね、書いていただいてるんですけど、はい、今回は鴨王でございまして、鴨王ですね、はい、鴨王に、まあ、取材に行ったりもしたんですけど、今回取り上げてもらったのが一千本寺ですよ。一千本寺です、はい、これはね、ついにこれについて書く日が来ました、ね、熱く書いちゃいました。ちょっと、まあね、これ実際の、まあ、記事もそうですけども、記事読んだ上で見に行っていただきたいですね。そうですね、はい、実際見るともう一発で、うん、一目ですごいと分かるので、はい、これはね、姶良市の方々は皆さん行ってほしい、はい、一千本寺についてはクラブアイラビューマガジンの最新号をぜひご覧ください。いろんなところで目を配りしております。ということで、今日もね、だいたいお時間となりました、はい、今日もたくさんありがとうございました。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。はい、お願いします。では曲紹介お願いします、はい、ちょっと雪がこの前ちらつきましたから、はい、この曲をいきましょうか。アレクサンドロス、スノーサウンド。